おはようございます。茂木耕作美空研究所長令、今日は令和6年9月30日でございます。まずはね、改めてなんですけども、善くん初の記録会13秒台、100m 13秒台ね、本当におめでとうございます。素晴らしい走りですよ。ほんとすごい すごい走りだな。いやほんとね、さすが。いやもう毎回ね、自己ベストのね、繰り返しなんで、もう成長真っ只中だから、あの記録はまあ確かに出るんだけど、でも記録も素晴らしいけど、やっぱ走りが美しいっすよ。本当にかっこいい。そしてリレーもね、あの見事な記録で、勝利に貢献して、であとカン君もね、自己ベスト。いや素晴らしいよ。カン君も走りいいですよ、めちゃくちゃ。あのさすが兄さんのね、走り見てるからでしょうね。あのまあその全体の中では何位だったの、5位ぐらいだったかな。あのまあ他にも早い子全然ね、あのああいう大会だから出てたから、まあ、順位はトップじゃなかったかもしれないけど、走り自体はね本当に綺麗だなと思いましたね。カン君もやっぱり体幹がちゃんとしてるから、あのなんていうか最後までバタつかないっていうか、あの年齢でフォーム保って走るだけですごいことだから本当に素晴らしい。2人ともおめでとうございます。まずはね、自己ベスト更新ということで、そしてそうですね、まあ、ゆかさん、昨日もちょっと紹介しましたけど、ゆかさんの、YouTube のゆかフェチャンネルが更新されておりまして、ぜひあの動画はね皆さん見てほしいんですよ。先週ですね、先週の大会の時に、まあ、ゆかさんが見事、W60 のマスターズ陸上で、まあ、京都の大きな大会ですけど、そこで公式記録でちゃんと自己ベストを 100m で15秒00、なんと前回1ヶ月前ぐらいからかな、そこから 0.46 秒更新して、まあ、大幅更新です。1ヶ月でねっていう話と、もう走り幅跳びも4m12cm、公認記録としては自己ベスト更新という話があったじゃないですか。でそれはまあもう先週ね、散々話しましたけど、それの5日前のライブ配信なんですよね、ゆかさんが。だからまだ大会には出る前に、ゆかさんのオンラインサロンの方で、まあ、朝のライブ配信で今こういう状態で周平さんの練習会行ってこういうことに気づいてっていうことを話されてて、でここにいたで、まあ、その周平さんの練習会ですごい、もうあと5日しかないっていうところだけど、本当に本質的にここさえちゃんと意識してれば、もう結果はね確信できるなっていうぐらいの、もう未来をちゃんと知ったような感じのね、確信した状態の話をされてるのがすっごい貴重な映像っていうか、うん、でそれをまたその走りの学校のオンラインスクールに、まあ、2年半ぐらい前にね、ゆかさんが入られた時からの、まあ、お付き合いですけど、それこの3年ぐらいの紆余曲折いろいろあったわけですけど、それをこう全部丁寧に振り返ってるんですよね。まあ、20分ぐらいのトークですけど、こんなに鮮明に綺麗にこう上がったり下がったりをちゃんと理解してて、記憶してるっていうよりも落とし込めてるっていうか、それがもたらした意味は、次こういう未来に対してこういう影響を与えたっていうのを一つ一つ、まあ、ゆかさんさすがね、こうセルフコーチングの講師なんで、まあ、自分に対してものセルフコーチングのスキルを発揮した結果、まあ、落ちた時はこのように問いかけて、でその後上がっていく時にはこのように自分をコントロールしてっていうのを、なんていうかすごく鮮明な言葉で話されてて、あの振り返りは本当にすごいなと思いましたよね。ぜひね、Facebook のウォールの方にもシェアしてあるんで、ぜひね皆様見てほしいんですけどっていうね、まあそんな話をちょっとしながら、昨日の夜会にはね、ひろみさんとしみさん来てくださってありがとうございました。まあ土日サロン内限定ということにはしてますが、そんなにまあ隠すようなことは話してませんけどまあ土曜日はね、なおくん来てくれて、
も久しぶりっつって、話しつつ、昨日は昨日で、なんちゅうね、まあひろみさんとしゅみさんがコメント欄で見てくださってる中で、僕もなんとなくなんですけど、モテサクサロン気づいたら2年経っちゃったなというね、なんか振り返ろうと思ってたわけじゃないんですけど、自然になんか昨日の夜会でね、不思議な道のりをたどって、そして決してただごとじゃないなと、当たり前のことじゃないなと、なんかこう意図してこういうふうに仕掛けてきたみたいなことはほぼないのに、こんなになんかこう、なんだったらこう、ね、どっか一緒に目指したりとか目標設定したりとか、これをみんなで作り上げようとか、僕がこれを提供しようとか、なんかそういうなんか力みなくできたことがかえってよかったんだろうなっていうのがね、まあ、昨日の僕なりの振り返りだったんですけど、でなんかすごく2年経っていい空間になってることはすごく僕は実感してて、本当にね、2年もこの謎空間にお付き合いいただけてることにね、これ不思議っつったらね、おかしな話なんですけど、でもね、やっぱりいいよね、みんなにいいと思ってもらえてるよなってことも、なんか僕の中では疑いがなくて、正直ね。だからといってこれなんていうか、僕からこれ一生懸命あげてるよねとか与えてるよねみたいな、そういう力みでもなく、ここにこのくくりあるの悪くないよねと、なんかどう使うのかその時々でね、なんかいかようにもなるんだけど、まあこうやってくくっとくと、まあ少なくとも安心して共有できるよねっていう、まあ千差万別なこういろんなテーマだったりトライだったり、まあ過去だったり、なんていう何かしらのトロだったり、っていうね、そんな話になってていいよねっていうね、まあ、そんな話をこうちょっと振り返りながらしてみましたけど、はい、ということでね、佐藤ひろみさんおはようございます。まだ続いてるんですかね、今日は1本、もう本当にここんとこひろみさんの投稿がね、いよいよこうもうヒントがない、ノーヒントで今日は1本、6本、何のことなのかなと全然わかんねえなと思ったけど、やっと昨日おとといだったっけ、友人さんが、あ、そういうことねっつってコメント欄で、あ、ね、はい、わかり、やっとわかりました、何だったんだろうなあれ、そのってずっと思ってたんで可愛いよね、投稿がでもね、楽しんでらっしゃるようで何よりでございます。おはようございます。そしてね、昨日も来てくださってありがとうございます。川明宏さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。まあ毎回ね言うんですけど、決してせかしつわけじゃないよというお断りの上でなんですけど、楽しみにしてますなんかそのだってさ、わざわざさ、サロンの中にこれ投稿したいんですけどって個別でメッセージくれちゃうからだよ。それはもう楽しみにしろってことじゃんね、しちゃうよそりゃ。いやだから楽しみにしてますよ。でも別になんか9月中にとかさ、10月になったらみたいなさ、そういうことじゃないんだけどね。もう全然何も言わずにね、僕にメッセージとか個別でお断りとかもう全くなく、ただね書きたい時に書いてくだされば全然いいんですけど、ただまあ予告されちゃったもんだからこっちはねそれは楽しみしちゃうよそれはね。ただまああくまでせかしてないからねっていう、ね、おはようございます、お元気ですか、大丈夫ですかはい、ということで佐藤直くん、おはようございます。土曜日はね夜会に来てくれて本当に久しぶりですよね。まあいろいろ、そうそう、
そうだ、ひろみさんがね、ひろみさんと高橋さん、なんとひょいっとね、東京に出てこられてて、90円で直くんと会ってたっていうの、まあ、なんだったら、まあ親子で会ったといえばそうかもしれないけど、僕から見ると、あ、そこでオフ会を行われてたのねと。だってひろみさんも直くんもサロンメンバーだから。僕の勝手な解釈なんですけど、あ、オフ会してたんですねっていう。、うん、っていうこともありましたね、はい、まあでも次のオフ会あたりでね、なんだったら僕もね90円でひろみさんを迎え撃ちたいですね。迎え撃つとか別に何もしないですけど。、はい、次ぜひね、やりましょうよ、忘年会とか。まだちょっと早いけどね、忘年会には。でもなんか2ヶ月先ぐらいだったらね、ちょっといい予定合わせてここでどうっていうのはあっても良さそうですもんね。で、90円なんて超いい距離なもんだから、まあゆかさんも千葉でちょうどいいし、埼玉しおいさんで、まあ愛さんもね東京だし、まあ清水さんはさすがにちょっと遠いけど、まあこの間横浜まで来たんだから、それよりは近い。行けるんじゃないかと。まあ夜遅くなると帰れなくなっちゃうからね。まあ全然無理に全員を揃える必要はないんですけど、まあ、なんかあっても良さそうですよね。なんか去年ね、ちょうど1年前はさ、まあ愛さんがこう本当に何でしょうね、テスタクサロンをこう大事に思ってくださって、1周年記念オフ会みたいなのを感じしてくださって、オーナーが何もしてないのに気づいたら1周年記念オフ会が開催されるっていう、いや本当前代未聞のことが起こってましたけど、まあ、今年はまあなんかそう毎年そういう風にね、するっていうことは必要ないかなとは思ってたんですけど、でもなんかできそうですよね。何周年とかじゃなくて集まれるタイミングがあれば、うん、なんか日頃ねこんだけいろいろちょっとずつささやかな日常ではあるけどさ、デイリートラッキングとかだけど、お互いなんかなんとなく積み上げて共有してると、やっぱり実際会った時の話ってもう全然濃さが違うから、うん、それはなんかやっぱりほんと半年に1回でもね、1年に1回でもね、うん、あったら本当に楽しそうだなっていう、深まるんだよねっていう。まあそんな話ですよね、土曜日の話はね。はい、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。まあ何より日ハムね、ちょっと遅れましたけど、CS2 位で、まあでもあくまでね1位を目指して戦えるチームになっちゃったことがさ、もう3年前の新庄監督就任の頃からしたら、本当正直夢にも思わないような状態だったと思うんで、もうみんな覚えてないかもしれないけど、で僕も日ハムファンっていうわけじゃないから、正直あんまりね、鮮明にその頃こうだよなとか、ああだよなとか、どうやって勝つんだみたいな感じで追っかけてたわけじゃないんだけどさ、友人さんがこうね、日ハムそういう風に見てたんだな、そしてやっぱりこの2位って結果はただことじゃないから、いや、なんていうか、なんだったら何年ぶり何回目の優勝とかっていうこと以上に、なんか取り組みとか、向き合い方とか考え方とか、そういうのがこう、ただ野球が強い弱いとかっていうこと以上に、すごくなんかまっすぐに表現されてるっていうか、そういう監督なかなかねいないですもんね。でそこがやっぱりちゃんと、うん、面白さとしてこうファンに伝わって、で理解されて、で実際本当にそれが力になって強くなってってっていう、そっちにものすごいなんか感動させられるっていうか、うん、人間が集団になったらね、いきなり結果は出せないけど、でその途中ではなかなかさ、ただ
みんなで頑張ればただそのそれに比例して結果がついてくるとかっていうんじゃなくて、もう上がったり下がったりも良かれと思ったのが合わなかったりとかっていうのももう無数にあるけど、一つ一つ結構丁寧に向き合うっていうのがすごいちゃんと可視化されてることがすごいことだろうねって、うん、友人さんがこうね、エスコンのそばにいるからこそ見えてることなんでしょうけど、まあ、それはなんかこう僕らもなんか毎日毎日デイリートラッキングをかけていると自然に追っかけてたわけですよね。気づいたら、そしてなんか気づいたら日半分になってるっていう、それでなんかこんなに感動できるもんだなっていう。で2位だからね、2位って感動できるってなんか不思議な話だと思うんですよ。やっぱり4シリーズ優勝とかまで行ってやっと、うわ何年ぶりと、去年の阪神とかみたいにさってなるもんしかおーってなってなかったと思うんだよね。でも今年の日ハムが CS2 位っていうのは本当にすごいなって思いますよね。素直にね、友人さん書かれてましたけど、はい、おはようございます。なんかね、まだまだそうだから、解像度がなんか物事に対する解像度がちゃんと上がるとまだまだ面白いことたくさんあるんだなぁと思わされることだなぁと、その一つだなぁと思ったりしましたね。はい、中村周平さんおはようございます。これね、久しぶりに来ましたね去年は清水さんの総次郎くんの面接エントリーシートでしたけど、今年は周平さんちで、いやよかったですよ、すごい面白かった。やっぱりなんか高校3年生で自分が高校でどういうことをやってきたかとか何を考えてきたかとか、まあ、次の進路に向けて、まあ、何かエントリーするときとか履歴書書いたりとかいろいろあるわけ、まあ、なんかいろいろ準備あるわけじゃないですか、まあ、そういう時のなんていうか言葉ってもう本当その時だけしか書けないことだからさ、なんて言うんでしょうね、文章が上手いとか上手くないとかっていうことじゃなくて、まあ実際文章はすごい分かりやすかったですけど、上手い上手くないっていう小手先の話じゃなくて、なんていうのかな、その一瞬の密な感じがね、文字に詰まってんだよね。でそれが文章にねすごい出てて、なんか具体的だし、ありありと目に浮かむし、その高校生活でこんな風に自分の充実を感じてたとか、こんなことが自分の糧になって、それを次のステージで生かした、それをさらに伸ばした学びを得たいっていう、まあ、意思表明なわけですけど、ああいうのってそれがね、どうなんでしょうね、まあ、書いてる本人どこまで自覚してるかわかんないけど、読んでる方はね、思った以上にグッときてるよと思うよと思いました。文章どうですかっていうふうにね、シェアしてくださったわけですけど、いやもう全然、もうなんていうの、いや直したいなと思ったら、何回も読んで、あこうしようかな、ああしようかなって吟味して直したいなと思ったら、もうそれで全然直したり直されたらいいと思うんですけど、いやこうしたら明日だって僕らが言うっていうよりは、まあ事実としてはね、パッと読んで一瞬で高校生活が自分にとってこういうものだったっていうのが、ありありと具体的に伝わったよっていうことは、これはもう間違いなくて、綺麗な表現力で描写されてたとかそういうことじゃなくてね、あ分かるよよかったねそれはっていう、そう 読んだらもう一読してすぐそういうエネルギーを感じるっていうか、そっちの方がね僕
はなんかその文章の躍動感っていうかさ、そっちの方が僕はねなんかその人を表してると思うんですよね。で読んでる方もどうすごいのかとか、どういうふうに秀でてるかとか、そういうことを言いたい見たいわけでもきっとなくて、まっすぐかどうかのまっすぐをちゃんと投げてくれって思ってるんじゃないかなっていうのは、まあ、僕勝手な想像ですけどね。そういうなんかまあ審査の場面がそんなにね、僕の立場としてはそんなにいつもいつも何回もあるわけじゃないけど、まあでも僕が見る人の文章を読んでくださいって言われて読ませてもらうときはね、やっぱりなんかそれまっすぐな方がグッとくるんだよね。上手い下手よりもあとはね、こう整理とか構成とか、それまあ いろいろ細かいと言えばいろいろあるけど、でも別に国語の小論文のテクニカルな文章スキルの、できてるできてないみたいなさ、そういう試験じゃないから、ああいうのってその人がこういう人なんだっていうのが文章にまっすぐ現れてることの方が大事なんですよ、ね、多分ですけど、まあ、僕が読むときはいつもそれをそれが一番やっぱり印象に残ることはどこかって言ったら、文章うまいなっていうのは逆にその人の人となりが逆に見えなくなりがちなんですよね。綺麗で正しい文章だったりすると余計なんかその人の顔があんまりこう薄れてしまうというか、でもなんか思った通りにまっすぐ、起こったことと感じたことをそのまま書くっていう、するとなんか文体にさ、これ独特のその人のまあ手癖もあるし、スキルを駆使しようとはしてない感じっていうのがその人をすっごい表すんですよ、ね、それにこう躍動感っていうのが宿ってると思うんだよね。なんか読んでてするとなんか文章パート、まあそんな長い文章じゃないけどさ、まあ、パッと読んだ時に、まあ、体育祭のこととか、まあ、野球部のボランティアコーチをやったこととか、まあ、他にもそういうのを同じことをやった人はいるのかもしれないけど、この人だけがこう思ったんだよねと、この人だけが感じたことだよねという匂いが伝わってくるっていうかそっちの方がね、ああいう何か自分を伝えるための文章って、そっちが大事なんじゃないかなって思ったりしますよ僕は、それでいくとまあなんか別に点数つける必要はないんだけど100点なんじゃないって思ってるけどねいやいいなって一読して思いました、会った時の本人とそのままこうズレがないっていうかさ、文章と読んだ文章と会った時の、まあ、受け答えしたその人となりですよね。それがこう繕ってない文章である方がやっぱり一致率が高くなって、で本人が思ったことをそのまましっかり書いてるっていうのが、まあ、結果的に躍動感みたいなものになるんだと思うんですよね、文章もね、っていうのが僕の感想ですまあでもね、また面接とかももしあるんだったら、まああれがあれでそのまま文章全部読むとかっていう話でもないでしょうから、まあ例えばまあそうですね、大きく分けたら2つだなとか、その1つに対しては構成要素としては3つずつあるかなとか、まあそのブレイクダウンの構成というか大項目が2つで、そのそれぞれに対して3つずつの小項目があって、何と何と何というふうにまあ頭の中で整理がついてると、どれかだけに偏って過剰にね詳しく話しすぎるとかってなると、まあ、それそれで逆になんかまあ時間が限られてたりとかするとね、
あれ言えなかったなみたいなことになるかもしれないんで、まあそういうのはあるかもしれないなとは思いましたけど、まあでもあのエントリーシートの文章としては僕はもう本当にそう思いましたね。はい、何かのお役に立てば幸いですそして本当にね、いやなんかああいうチャレンジというかエントリーいろいろこれからもいろんな人がするでしょうけど、なんていうかああいうエントリーとかアプライとか申請とかその類はね、あのなんでしょうね、まあなんかその競技ではないんですけど、スポーツとは言わないし競技でもないし、あの何かこう正確なルールでこれをしたらこういうふうにあの確実に点が取れるとかさ、そういう類のものじゃないけど、こっちの方が納得いくと思うんだよねっていう道筋はあるんじゃないかなとは、ああいうのを見てていつも思うんですけど、それはね、なんかあのこういう内輪のサロンの中でたまにねああやってこう共有してもらったりするとすごく、芯が自分の芯が見つかりやすくなるっていうか、その一助にはなんかなるんじゃないかなと思ったりしますね。またね、なんかあればぜひ共有してもらえれば、はい、あの本当にね、あの読むだけで嬉しくなっちゃうあ、そういう人でそこを目指しててそれがよく現れてるっていうそのことだけをこう感じればそれだけで嬉しくなれちゃうっていう不思議なことですけどね、そんな感想ですね。はい、ということで、しゅうへいさんおはようございます。寺石ゆかさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。なんとね、清水さんがこの間のチャレンジ、まあ残念ながら予選を突破できず、そしてその日から、諦めないぞということで、トレーニング記録をつけ始めたと。いやー、でまあまあこれね、あのサロンにそのトレーニング記録シートみたいのを、そういう風に共有してくれるのすごいいいですねと。でまああのマイクロソフトのワンドライブのさ、あのクラウドのエクセルですよね、それを使って、まあ要するに自分の目標達成とか進捗管理とか、まあいわゆるあれって寺石ゆかさんのセルフコーチングスキルとかでもよくあの出てくるようなところだと思うんですけど、目標設定があって、進捗管理があって、でそれをね、あ作ってるいいなってなったんですけど、それをなんとインスタのストーリーズの方で全員に公開してるっていういやいいな、そこ宣言するのもめっちゃ重要ですよね、ああいうこれからトレーニングしていこうっていう時に。いや中身も最高じゃないですか、ワンパンマンチャレンジ、もう大好きなのよワンパンマンただただシンプルに腕立てとね、スクワットやって強くなっちゃったという、まあなんていうか、あのひねりのないあの感じね。そしてひねりがないにもかかわらずあれほど面白い漫画ってなかなかないよね、大好きだよ俺本当にでそれを漫画の話をさまんま自分がやろうっていうんだからさ、それも面白いし、ヒーローにはない、なんかこうできたかできてないかの結果のコメント欄とかもってさ、ヒーローになりたくはないのかと休みもトレーニングのうちとかよくできましたとか、あれも最高だよね、いやなんか本当になんかあの記録をつけることがあのモチベーションになってつい腕立てをしちゃうっていうことなんでしょう多分ね最高だなと。いや清水さんがワンパンマンに見えてきましたいやなっちゃう気がする、なんだったら。だってあのワンパンマンの主人公だってもともとそういう感じだったもん、そのあのヒーローになる前は、描かれてますけどね第一巻で、本当になっちゃうんじゃないかなっていう
めちゃくちゃ笑っちゃうね、あれ。ぜひ皆様、清水さんのインスタのストーリーズの方にですね見事な進捗感にエクセル表 の、 あのクラウドシートを、クラウドのファイルなんでね、まあ、みんなに公開してるわけですよ。そして俺は今日やったぞという記録を公開していこうという取り組みですよね。まあ、それによってモチベーションを保っていこうという、いや面白いんじゃない、なかなかのチャレンジだなと思いましたねいや面白かったです。おはようございます、頑張っていきましょう無理せずね、腰はケアしながら、腕立ては多分大丈夫だから、次はね見事突破できるようにコツコツいきましょう。おはようございます。山本健太さん、おはようございます。森本あかねさん、全くんかんくん、おはようございます。砂塚森田さん、おはようございます。ということで今日も一日、皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあまたね。